はいえー、私はあの、えー、困難を抱える子どもの居場所づくりというテーマでお話をさせていただきます。えー、こういう機会を与えていただいてありがとうございます。私はもともと学校の教員でございまして、それで埼玉県で、えー、高校の教員を20年ほどやって、その後は、 あのいくつかの大学であの教育学を教えると、そういう活動をしてまいりました。では始めたいと思います。あのそれから、子どもの貧困対策で生活困窮者自立支援法という法律がございますけれども、その法律に基づく学習支援をやっている全国の団体の代表もあのしております。 私どもの団体は、地域で活動しているということですので、その活動の中身を中心にお話をしたいと思います。私どもの埼玉ユースサポートネットって、これは2011年に作りましたけれどもあの、私が地元の大学で教えていたときに、学生たちと一緒に作った、もともとはボランティア団体です。それで、えー、若い人たちと話し合いをしながら、 あの子どもの貧困対策をやる格差問題に焦点を当てていくというのはいいんですけれども、それを違うのは、やっぱり地元との共同、地域との共同をどうやって作っていくか、これは、あの要するに持続性、それから包括性って、後で申し上げますけれども、そういう活動にしないと、もうあのこれから子ども貧困対策ってなかなか難しいんではないかという、そういう視点から考えたものです。それで 5つの活動領域がございまして、1つは居場所対策です、それから、えーとえー、学習支援、それから就労支援、地域づくり、いろいろ多岐にわたりますけれども、今の子どもの困窮、貧困という問題を考えると、まあ、そういう活動をやっていかざるを得ないだろうという、だんだん活動の領域が広がってきたということであります。 今、埼玉市を中心にして、30箇所の拠点を作って活動しております。内容は居場所から始まり、学び直し、それから就労、いろんな活動に及んでいます。それで、この活動の中身をちょっと紹介しますと、 具体私どもの2011年から始めて、大体、たい埼玉市内と県内で1万人近い子どもたちと関わってきたというふうに思っておりますけれども、埼玉市は人口が130万人の町ですので、その県内と市内、まあ、これを十何年間か関わってきたということで、そのうちのです、ね、4, 人に4人の若者の こういう若者たち、子どもたちがいるという、ちょっと具体的な事例からです、ね、入っていいきたいと思いますまずあの、父親から虐待を受け,た受けてきた A 君という子どもですけれども、現在はあの16歳ですけれども、中学1年生までは、あの障害児が通っている支援学級、中2からは普通学級に。 で中3からは、中3で不登校になりまして、中3の夏からは児童相談所の一時保護所に入所したり、それから今,の今はですね、帝政高校にいて1人暮らしをしております。で、母親は複数回の離婚、結婚、離婚の経験が最初の父親の子でもあるで、義理の父親から虐待を受けてきて、自分は発達障害やあの精神的な疾患があると思ってるんですけど、まあ、お母さんが、 あのお母さんも精神疾患を持ってるんですけどもお、そのお母さんが理解者で、そのお母さんがいるから自分は生きて,生きてくれたと、まあ、こういうふうに語っている子どもです。それから B 君はあの、無断外泊や深夜までの徘徊が非常に続いています。えー、父親は 稼いだお金はすべて酒とギャンブルに使って生活を入れないと、そういう、で母親が複数の仕事をして子供、あの家族を支えるということです、で時々、父親が暴れるで、したがって B 君はあまり家にいたくないという家に帰らないと、こういう子供です、それから C さんはです、ね、両親がうつ病で生活保護を受給しています。 飲食店のアルバイトをしていますけれども、働いていますので、定性高校にいるんですけれども、なかなか学校の給食の時間に間に合わなくて、ちゃんと食べれないとか、睡眠時間が四五時間とか、まあ、学校との両立や、と働くということがうまくできないということで悩んでいる子どもです。 でまあ、中学の頃は生活保護世帯の対象とした生活困窮者自立支援法に基づく学習支援教室、私どもの学習支援教室に通っていた子です。ですけれども、帝政高校に入りますと、まあ、それに通えなくなると、夜の教室ですので、まあ、来れなくなる、で支えてくれる大人や若者がいないということで悩んでいると、まあ、こういう子です。それから D 君はあの10代初めに日本に来た外国人の子供です。で、中学生のときは先生がよく面倒を見てくれて、えー、楽しかったけれども、高校では毎朝独学で日本語を勉強してるんだけど、非常に日本の授業は難しいと、要するに特に漢字ができない、要するに学習言語というふうに言いますけれども、日本の授業の,あの,あの抽象的な概念,概念はですね、 非常に外国人の子供にとってはハードルが高い、まあ、そういうことで、高、え、3、ー、になったんですけど、日本語ができない、何もわからないとで、アルバイトもあの生活のために行っているんだけれども、同じ国の方々がたくさんいる職場で働いているんだけども、これは将来の仕事にはまずつながらないと、ですからく安く働かされている気がすると、まあ、こういう若者であります。それで まあそういう若者たちが、私どもの団体は年間、非常に多くの若者たちがやってきます。それで、その、えーとまあえー、若者たちをちょっと特徴を整理すると、ですねまず、外国人の子どもたちが今、非常に増えました。まあ、コロナの前と、まあ、今、真っ最中ですので、少し落ちあの数は増え方は鈍化していますけれども、しかしながら外国人の子どもは多くは、 母母語語がができないと母語が育たないい育たつまり日本語ももともと持っていた母語もえなかなかあのうまく使えないとですから悩んだり深い思考をするということが言葉でやることが非常に難しいまあ人間にとっては非常にこれつらいことですそれから親子間で会話が成立しない親は母語ですしもともと生まれ育った母語がありますし子どもは日本語 そうなると家族で会話が成立しないと、まあそういうで行政とのつ話も子どもが通訳をするとまあいうことになります。まあそういう家族のアイデンティティが成立しないというこれは非常に家族にとっては危機的な状況。それから一人親の生徒からはですね母親の苦労を見て育って非常にストレスを抱えたまま生きている。 それからヤングケアラーのせいえというのは話題になっておりますけれども、これは非常に、まあ、以前からも非常にたくさんおります。で下の兄弟の面倒を見るために、学校に帰えず、アルバイトもできず、金もないと、まあ、中には、ですねその子どもたちの、えー、中には、えー、時折あの、出会い系サイトを使って、ですねその,そのお金をですね男性からもらっているあの利用者の若者もあの残念ですけど、おります。 で不登校経験のある生徒は学校行事の体験がないので、社会性が育たないんですね。ですから、今、我々のところに来ている子どもたちは、そのもう一回思春期のやり直しをすると、だからいろんな体験を、ですね学校で本来、多くの子どもが経験してきたであろう体験を、ですねもう一度やり直すと、まあ、そういう子どもたちがたくさんおります。それから、あの児童養護施設を経験した子は、幼児期の親と分かれておりますので、 愛着障害を持っているそれから中には自殺願望が非常に強い子どもたちもいる、まあ、そういうことであります。で家族を失った生徒は親が自殺して相当暮らしている子もいますうつ症状が非常に強い。それから中ににはです、ね、今振り込み詐欺に 関わった若者たちとか、薬物事件に関わった女性たちとかですね、彼氏に薬物を売りに行かされたとかですね、その犯罪に関わらされた、まあ、それで刑事事件になって、僕たちが弁護士を総会したり、一緒に検察庁に行ったり、裁判所に行って、いうケースも少なくないです、まあ、そういう活動をしております。 であのこの、えっと、10代の後半から20代の初めにかけての若者たちというのはまさしく制度の狭間というふうになっていてその若者たちを支える制度っていうのが学,、えー、学校制度から外れてしまうとですねなかなか日本にはないということで、えー、僕らはな、えー、そこで居場所というものをあの作ろうということをです、ね、決めて2011年から あの始めたわけですですから、不登校とか高校中退とか、無職青年、それから離,、えー、離反少年、それから引きこもり障害、まあ、貧困、そういうのが大体、貧困で大きくくくれてしまいますけれども、まあえー、大体言うと、社会とのつながりが弱い、それから親のサポートが少ない、帰属できるコミュニティがない、朝起きても行き場がない。 安心できる相談するできる大人がいないと、まあ、こういうことになります。それでちょっとあの写真を見お見せしますと、えー、若者自立支援ルームという写真がここに出てきますけれども、これは埼玉市のですね事業です。 居場所支援では埼玉市はあの全国でもあの非常に先進市だろうと思います、それから私は横浜市の貧困対策委員をしておりますけれども、横浜市でも人口はこれは360万で埼玉市の3倍近くありますけれども、ユースプラザというのは東西南北にユースプラザが作られております。それから埼玉市は2カ所若者自立のルームを これを独自の費用で、国の費用が全くゼロという中で作っています、で年間、ですね若者おじり支援ルームでは、1万人近い若者が利用するという、これは2つとも私どもの団体が運営しておりますけれども、毎日数十名の若者がやってくる、でみんなそれぞれ人間、人を求めてくるわけですね、人を求めてくるわけです。 そういうです、ねあの、それ10代の後半から不登校対策ではなくてです、ね、10代の後半から20代、30代、39歳までですので、そういう若者たちが連日やってくる、でそこで地域の自治会と共同してお祭りに参加させてもらう、これはさいたま市の氷川神社という大きな神社がございますけれども、そこのお祭りに。 地域の自治会の方々と共同で参加をさせていただく、運動会に参加をする、スポーツ大会に参加をする、まあ、そういうことをですねやっている、まあ、あの写真を、顔はちょっと潰してありますけれども、この中には少年院から出てきたとか、まあ、そういうこともいますし、犯罪歴がある子もいますし、まあ、いろんな若者たちが中に混じって活動しているで、右側は東京の劇団と共同して演劇活動をやっております。 でまあ、これもです、ね、かなり水準の高い演劇活動ができていて、まあ、こういう活動をです、ね、一つ一つ体験をもう一度生き直すそういうことをです、ね、やるでこれはあのもう一つの居場所がまれ、あ、わが独自でボランティアでやっているあの居場所があるんですけど小学生のサッカー教室。これは あの僕が大学で教えた子どあの若者たちがたまたまサッカー部だったので、そのサッカー部の若者たちと一緒にこの場所を作りました、で年間、えー、毎週土曜日に、えーここで、この小学校で出かけて、えー、この無料でやっています、でお金が払える状態じゃない、えー、子どもたちがやってきます、そこでお昼ご飯も提供します、ですから、から親たちの支援もやります。 ですからそういう活動を、ですね、定性高校生の居場所、それからいろんな困難を抱えた若者たちのたまり場、それから農業,農業で畑もやって野菜作りもすると、こういうあのとにかくできることをまあ一つ一つ積み重ねて作ってきたという十数年でありました。 でこのです、ね、子どもや若者たちがなぜあの居場所を求めるのかということなんですね、で人間にとってです、ね、やっぱり人として承認を受ける、あなたもそこに生きていたのだということをまあ承認を受ける場、これは私はあの人権という概念そのものだというふうに考えております。ですから 人間というのはまさに多様で肌の色も違えば言語も違えば考えていることも違えば趣味も違うただその違いというのがですね違いということを認めるということが人権そのものの考え方ですですので僕たちの居場所というのはただに避難とか安心安全ということだけではなくて 多様性を認識したり、自己認識や多様な価値を受容する、それから共同の体験の場であるというようなことを、ですねそれを関係性を育てる場、要するに、この以下はですね若者たちの言葉で表現しますと、1から7まで並んでおりますけれども、安全で安心である、これは当然、自分の居場所である、同じ体験ができる場、生きる場を共有できる。 生活リズムをここに来れば確立できる、毎日通って自分を立て直すことができる、人との関係性を育てる、見解衝突もあるけれども、それに耐える、耐える、客観的に見る力を育てる、多様な年代の人と話せる、コミュニケーションの面白さを話せる喜び、人は多様な存在である、それを見つける面白さがある、人間観察を通して社会認識を育てる。 働いている人や働いていない人、いろんな人がいる、人は様々である、そう思うと孤立感がないと、まあ、こういうです、ね、あの居場所をまず設定をして、全国たくさん作って、それから若者たちがいろんなコミュニティを作っていけばいい、これが僕の考え方であります。コミュニティというのは自分を守り 他者を守る、仲間を守るという機能を持ちます。まあ、そういうコミュニティがで,す、ね、できればいいな。で日本はです、ね、今、えー、貧困と少子化が非常にあの進行しています。危機的な状況だと思います。えー、先ほどあのお話もありましたけれども、社会的養護に暮らしている子どもは4万5千人ですし、えー、生活保護世帯の子どもは25万人おります。ただ いわゆる相対的貧困、この相対的貧困という概念は非常に難しい概念で、学問的にも非常な研究が進められている、一,一,一概にバッとこう説明できる、なかなか難しい概念です。ただ、まあ、厚生労働省の国民生活基礎調査のことを使えばですね、日本の大体相対的貧困、17歳以下の子どもは300万人弱と。 そのだけいるにもかかわらず、えーとですね、25万人の生活保護と社会的保護は4万5千人、これで大丈夫なんだろうか、非常にそれはあの不安を持ちます、まあ、そこでわれわれはあの、この、えー、居場所というものがあの出てくると思います、それで、子どもにとってです、ね、家族の貧,貧富で子どもの人生に格差があってはならないというのはです、ね、これは近代の原則だと思います。 我々はこの数百年かかってです、ね、フランス革命以来、あのこういう原則を作り上げてきた、まあ、人権というか考え方ですけれども、ですけれども、公正な社会を維持するためにはあ、僕たちはその居場所だけでいいとは思っておりません。居場所っていうのは人間として承認されれば、だけどもやはり、その前に再配分が必要です。公正な社会を作るためには、再配分が必要だ。 でだけどもそ、今の今の我々の問題意識はです、ね、やはり地域によって活動が、先ほど埼玉市と横浜市というお話を申し上げましたけれども、事業の清掃が大きすぎる、つまり自治体間の格差が大きすぎるということです、比較的大きな都市では、まあ、あったとしても、地方に行けばそういう活動が非常に弱くなる。まあ、結局は あのお金がないという財政面での支援が非常に弱いということになると思います。えー、と、えー、持続可能な活動に、まあ、もうこれからちょっと問題点だけ申し上げますと、持続可能な活動にしていただくために、あのえー、ご努力をお願いできないか。 ということです地域が支援の担い手になるように、我々は今、ローカルコモンスという概念も駆使しながら、地域で強制できる場,場づくりをやろうというふうに考えております。自治体との連携、共同が何より必要ですけれども、全国的に見たら、非常にやっぱりそこは弱いというふうに言わざるを得ない、NPO なり、まだ有,有志の人々にお任せというふうにな,なっている、で、地域のやっぱりこういう活動はですね、 先ほども前と後とていう話がありましたけれども、その通りであると僕も思います。やはり、家族、子どもの貧困は家族の貧困、親を支援しないで子どもの貧困は解決できません。したがって、地域の社会資源のネットワークや学校との連携、つまりデータベース化、あの情報のデータベース化なり共、共有というものがですね、欠かせないと思います。一つだけけけこれに今日書いてありまませんけど付け加えますと こういう貧困対策の事業がですね今、市場化しています、非常にあの、まあ、私は民間企業さんが悪いとは思い,思いませんけれども、民間企業が入ってきて、市場化して、地域に持続的なこういう活動をしている団体、小さな団体がたくさんあります、あの例えば北海道大学の大学院の学生が、数名で始めた事業とかですね。 福岡県立大学の学生が何人かで集まった学生とか、日本福祉大学の学生が集、ま、やってる学生とか、いろいろあるんですけど、そういう活動がですね、まあ、企業さんで、ユニ予想すれば、あっという間に負けちゃう、まあ、そういうことがですね、あ,の、まあ、あるものですから、ぜひ、その辺もあも留意していただければと思います。ちょっっと時間がもうなくなくてきましたので あと、僕らは僕たちの団体がやっている事業は、こういう、えー、埼玉市の見沼区で、堀崎プロジェクトといって、市、えと、ー、区役所、地元の企業、学校、民間団体、地元の住民、これは自治会ですけど、そういう人たちで運営協議会を作って、 共同で我々の活動をやらないかということで今、進めているところです、最後にあと1、2分いただいて、学習支援のことだけを申し上げます。私は全国の学習支援団体のあの、えー、とですね、あの代表しておりまして、この学習支援もです、ね、学習生活支援というふうに今なっております。これは包括的なあの活動つまり 親支援、家族支援も必要なんですよと、勉強だけ教える塾ではありません、それから持続的に、地域で持続的にやっていかなければいけない、そしたら、点と線じゃなくて、面として、地域としてやっていかなくちゃいけない、いろんな行政との共同なりが必要になってくる、まあ、そういうことがあって、 我々はこのこの活動についてもうぜひ予算の拡大を拡充をお願いをしたいということを最後のお願いをしてあの僕の報告を終わりたいと思いますありがとうございました。青と参考人大変ありがとうございました。それでは次に松岡参考人にお願いをいたします。